ドブロ型のリゾネーターギタードブロはギブソンが所有するリゾネーターギターのブランド。1928年にジョン・ドピエラ、ルディ・ドピエラの兄弟によって設立された。この種のギターの中で最も有名なブランドの一つであり、リゾネーターギターをドブロギターと呼称することも多い。ドブロはカントリーやブルーグラスなどの音楽分野で主に使用される。 ハワイアンで使用されることもある。ギターのボディに共鳴板が貼られているために振動で大きな音が出る。演奏者としてはロイ・エイカフやアリソン・クラウスのバンドにいるジェリー・ダグラスが有名である。ドブロの名は1928年にジョン・ド・ピエラ、ルディ・ド・ピエラの兄弟によってドブロ製作所が設立されたことに始まる。ドブロは ドブロ兄弟からと彼らの母語スロバキア語で良さを表す単語の二重の由来がある。ドブロギターはリゾネーターギターの発明者、ジョンド・ピエラが開発した三つ目のリゾネーターギターで、実際に生産した二つ目のリゾネーターギターである。初期のトライコーンのリゾネーターギターと違い、ドブロはシングルレゾネーターコーンで、多面が表に来ている。ドブロはボール型と呼んでいる。 音量はトライコーンより大きく、コストも安い。コストを安くすることで普及するとジョンは考えたが、ナショナルストリングインストゥルメンツ社の同僚幹部を説得できず、それが大社の一員ともなった。ナショナル社はシングルコーンの特許を申請していたため、ジョンは別の設計が必要となった。そのためコーンを裏返し、コーンの頂点に弦が来るのではなく、コーン内の8本のアルミ枠を使用した。 その後ナショナル社もドブロもレゾネーターギターを生産し続け、アドルフ・リッケンバッカーとジョンは共にナショナル社の使用株主であった。1934年にドピエラ兄弟が両社の経営権を握り合併させナショナルドブロコーポレーションを設立した。その後リーガル楽器社でライセンス生産していたが、1941年にアメリカ合衆国が 第二次世界大戦に参戦すると生産を中止した。エミール・ド・ピエラが1959年にドブロギターをドペラ・ S オリジナルというブランドで発売、その後セミー・モズレイに会社とブランドを売却。モズレイはドブロを自身のギターメーカーモズライトに吸収、一時期ドブロギターを生産、販売していた。1967年にエミール・ド・ピエラはオリジナル楽器社を設立し、 ハウンドドッグブランドでリゾネーターギターの生産を開始、1970年にモズライトが倒産した際にドブロの名を買い戻した。1993年にギブソンがオミーをドブロのブランドと共に買収。オミーをオリジナルアコースティック楽器社と解消し、生産をテネシー州ナッシュビルに移動。ギブソンは現在、ボール型コーンのオリジナルタイプのみにドブロブランドを使用。 ギブソンはビスケット型シングルコーンレゾネーターギターを販売しているが、これはハウンドドッグブランドを使用している。ドブロをカントリーミュージックに初めて使用したのはロイエーカフとされている。一般的にはドブロという語はシングルコーンのボール型レゾネーター設計のギターに使用され、トライコーンやビスケット型はナショナル社のブランドが使用されることが多い。ありがとうございます。